中野沢地区三河温泉から入ってきまして、こちらの方からも行けるこの T 字路ですね、こちらからこの先行きますと中野沢地区に行く形になるんですけれども、この途中に中野沢渓谷っていうね、非常に美しい渓谷がこの道路沿いにありますので、こちらの紹介を今回していきたいと思います。今回もこちらカメラをねこうやってセッティングしてありますので、走行動画とね合わせながら撮っていこうと思います。こちら、中野沢に続く道の旧道ですね。もう今はもう車が通らなくなって久しい、場所でございます。昔の看板がありますね。この辺だとすごい中野沢渓谷が身近に見えますね。中野沢渓谷の入り口にやってまいりました。今回もね、走行動画を撮ってみようと思います。
これはあれですかね、雪崩があったんですかね。ここのとこから雪が落ちていって川のとこまで落ちたんですけれども、水のところがね溶けたっていう、そんな感じですかね。